水戸市立第四中学校は、茨城県水戸市元吉田町にある市立の中学校。1958年4月1日に、水戸市立吉田中学校と水戸市立守門中学校を統合して開校した。北関東の公立中学校で一番人数の多い、マンモス校である。運動部は、水戸市中学校新人体育大会で1986年から2001年までの、 間に8度、水戸市中学校総合体育大会でも1987年から2001年までの間20度総合優勝しており、2009年には茨城県総合体育大会総合男子の部で優勝している。またレスリング部も盛んで、2014年2016年に茨城県総合体育大会レスリングの部で優勝している。文化部は吹奏楽部が2009年まで、 茨城県水奏楽コンクールで8回連続金賞を受賞。2009年には1位の団体に贈られる朝日新聞社賞を東関東大会では金賞を受賞した。2010年の茨城県水奏楽コンクールでも2年連続の朝日新聞社賞を受賞。さらに東関東水奏楽コンクールでは再び金賞受賞し全日本大会へ出場。 見事、金賞を受賞した。野球部、サッカー部、陸上部、テニス部、バスケ部、バレー部、卓球部、体操部、剣道部、レスリング部、ソフトボール部、柔道部、水泳部、新体操部、バドミントン部、吹奏楽部、合唱部、パソコン部、美術部、英会話部、手芸部 ABC 水戸市立、第4中学校公式サイト、学校概要水戸市立。 第4中学校公式サイトブログ生徒総会ありがとうございます。